ダメダメね。無理っぽいかもよ。そこをなんとかお願いしたい。ダメなものはダメなのね。どうしたんすか？あいつったら、この子をスパーフに乗せないっていうの。あー、でかいもんな。ったく腹立つわ、あいつ。どう考えても無理だと思うけど。それじゃあ何？この子置いていけっていうの？いや、そんなつもりじゃ。やむをえん。スパーフは諦めるぞ。どこか徒歩で渡れる浅瀬を探す。了解です、隊長。それ、すごい遠回りじゃないすか。道がなければ、切り開けばいい。そんな無茶な。さすがルチル隊長。道がなければ、切り開けばいい。ちょっと印象に残ってる言葉なんだ。ルチル隊長、元気かな？シュパーフについて語っても良いかな。シュパーフの生態についてはわからんことが多いんですわ。例えば、そう、食事ですな。シュパーフは何も食べやせん。鼻で川の水を吸い込むだけであの巨体を維持しとる。水中の小さな小さな生物を食べているという説もありますな。うん、だいたいこんなところですわ。シュパーフ乗るのがそんなに楽しいの？わかってねえな。でかい動物、それは男子永遠の憧れなのだ。な！シュパーフ乗る？じゃあ乗りなよ。出発！おい。ん？見てみろ。何？町が沈んでる。千年以上前の機械の町だ。川にたくさんの橋を架けて、その上に町を作ったらしい。町の重さで橋が崩れて川の底に沈んでしまったそうよ。まあ、いい教訓だな。教訓？なあ、川の上に町を作るなんて何の意味がある？水がたくさんあって便利だからとか。いや、違うな。ただその技術、力を試したかっただけだ。そうかな。エボンの教えだ。人は力を持つと使わずにはいられない。禁止しなくちゃキリがないってわけだ。でもさ、結構機械使ってるだろ？スタジアムとか、そうだよな。ジーンがね、決めるの。この機械は可、あの機械は不可ってね。どんな機械がダメなんだ？二編セッションで見ただろう。ああいう機械だ。また戦争が始まるからね。戦争？千年以上前にね、機械の武器をたくさん使った戦争があったんだって。戦争の間も武器はどんどん強力になってな。町だけじゃなくて、スピラそのものを、世界を破壊し尽くす力を持つ武器も作られた。このままではスピラがなくなってしまうかもしれない。それでも戦争は終わらなかった。どうなったんだ？突然
シンが現れて町や武器を破壊した。戦争は終わったわ。でもその代償としてシンが残ったな。シンは調子に乗りすぎた人間への罰ってわけだ。きつい話っすね。なあ、きついな。でも機械が悪いわけじゃないだろ。そう、使う側の問題ね。アルベドみたいのがいるからダメなんだよな。うわっ、なんか変だよ。座っていろ。はい。アルベドだ。怪我はない？大丈夫。まったく、アルベドのやつらめ。大丈夫かな。すいませんでした。もう大丈夫です。言うな。あ、はい。シパーフ、出発進行。アルベドめ、なんだってんだ。ルカデのことと関係あんのか。あいつらユーナを襲ってどうする気だ。あ、試合に負けた腹いせか。あ、二変接種失敗の腹いせか。どうかしら。キマリの知り合いが言ってたでしょ。最近召喚師が消えるって。ああ、それがアルベド族の仕業か。そう、アルベドめ、何考えてやがる。どうでもいいって。アルベド族のことをここで話しても仕方ないだろ。誰が相手でもユーナを守る、それだけ考えて。俺はやるっすよ。そりゃ、そうだけどよ。そうだね。